林美奈みなほは、日本のフリーアナウンサー、美容サロン経営者、元 TBS アナウンサー、身長170センチメートル、スリーサイズ B、B92、W63、H89 センチメートル、東京都出身、血液型 A 型、日本女子大学付属豊明小学校、日本女子大学付属中学校、高等学校、 日本女子大学家生学部被服学科を卒業後、2012年に TBS 入社。アナウンサーとしての初出演は2012年6月29日の TBS24 時であった。TBS が主催する夏サカス2012笑顔の扉でスマイルプレゼンターを務める。大学時代はゴルフ部の部長を務めた。また、高校時代に部活でチアダンス、 応援団に励んでいた延長で、2009年には東京ヤクルトスワローズの公式ダンスパフォーマンスチーム、スワローズ・ウィングスに所属していた。公式プロフィールでは、身長170センチメートルとなっており、女子アナのバツでは番組 MC の大久保か横から、ジャイアントバヤシというニックネームをつけられ、番組内では定着していた。2016年7月11日に10歳年上の、 tbs ラジオプロデューサー、橋本吉氏と結婚。自身のブログとインスタグラムにて報告した。林は初婚、橋本は再婚。玉結びの同年9月20日放送会で夫婦共演を果たした。11月11日に、ハワイで挙式。2017年2月5日に、日本で披露宴。同年10月から産休に入り、11月29日に、 第一子を出産2018年4月から復帰。2019年7月1日付でアナウンス部から広報局へ移動となった。同年9月9日付で TBS を退社。同月11日フリーアナウンサーとして活動していくことを明らかにした。2019年11月に芸能事務所のプラチナムプロダクション所属となったことを公表した。モデル、女優のナナチョとは 学生時代から仲が良く TBS 大社後はその7町と同じ事務所に所属することとなった。2020年クオリティオブビューティーを創業し代表に就任。コップ筋肉ほぐしの送信コリ解消サロンを開業しオーナーに就任。2021年アパレルブランドコルディレクター就任。同年6月15日クオリティオブビューティーを法人化。 株式会社クオリティオブビューティーを設立し、代表取締役社長に就任。ありがとうございます。